今回は80切りのコツ、ロブショットについて説明していきたいと思います。ピンまで、そうですね、30ヤード弱ですか。でバンカー越えの今ロケーションなんですが、通常で、言いますとロブショットっていうのは少し右足に体重かけて、ヘッドを先行させながらこう肘を抜いて打つ、ロブショットがあると思いますが、藤田流はですね、普通のスイングですね、普通のスイングのまま振っていくと、肘を抜かないで振っていくことによって距離感と方向を出していくというふうに、なってます。それを、実際やってみますが、バンカーショットと同じで少し、ボールを中心に反時計回りにちょっとだけ、オープンスタンスしていきます。でその分右にですね、フェースを開きますね。でフェースを開いた状態で肘は抜かずに右肘下、左肘下とスタンスと方向の間ぐらいですねを狙いながらスイングを、していくというふうに打つと、しっかり方向と距離が、出してていけると思います。では実際に打ってみます。ボールを中心に半時計前で少しオープンスタンスしますね。オープンスタンスの方向にフェースを開いて、で体重はですね五分五分、若干左でも大丈夫です。でそのまんまスイングをしていきます。振っていきます。今のようにですね、肘を抜かなくてもロブショットが打てると。でしっかりいつものスイング、左右対称のスイングをして、しっかり振ることによって緩まず打てますし、リズムも、ゆったり、しっかり振っていけると思いますので、リズムも大事にしっかり打てるようにしてみてください。